昨日ピストレツーリング中にパンクしたところここです。サイドカットしました。多分こういう石です。これでざっくりサイド行ったと考えます。こういうところ怖いですね。歩道まったり走るときいいかなと思ったんですけど、危険多いですね。タイヤパンクするみたいな。今回ここ自転車置いてありますけど、ここは引いて入りました。できるだけ車道の方を走るようにしてここまで来ました。タイヤパンクするの、その後のツーリングもできないし、タイヤも交換しないといけない、いいことないですね。だから自転車で走るとき歩道をできるだけ使わない方がいいです。こんなところです。割れて鋭利になる石、こういうのがあるのが怖いですね。これです。なんかかけると鋭利になる。これでサイドをざっくり行ったと思います。こういう石です。